君は探し物の才能が全くないね。大学の留学生にフルで聴きたい曲があるから探してくれと言われ、どんな曲？と聞いたら、桜がキーワードのアップテンポの曲。はぁ、殴るぞ。桜って歌はカバー含めて500件。歌詞に桜と使用してるの入れたら1000件超え上がる数ある。でもまあ、アップテンポってヒントがあって、合唱曲演歌クラシック除外。それでも400件。歌詞関連だと700件。秋葉原で聞いたとヒントが足され、有名どころを少しずつ聞かせてみる。違うなぁ、かすりもしないよ。君は探し方が下手くそだ。殴っておいた。女性ボーカルだと？早く言え。カバーリミックス含め250件。秋葉原のどこで聞いた？電気屋か？の問いには、アニメ専門店。アニメ関連か？ジャンル検索で80件。しらみつぶしに聞かせた結果、君は探し物の才能が全くないね。蹴っておいた。全滅したわな。恋みたいな。未来への不安みたいな。夢とか可能性みたいなの。って知るか。もう俺は帰る。そして帰ったが、なんか悔しくて、お持ち帰りして調べ続けて今に至る。見つけた曲を送付したら、電話が来た。これだよこれ。君は最高。明日会ったら全力で殴る。カードキャプター桜のプラチナだった。歌詞にも桜入ってねえよ。季節柄桜だと思い込んでた俺の負けか。もう寝る。マイネームイズアッコ。11時頃、近所のクリーニング屋に服を持って行った時のこと。11時に持っていけばその日のうちに仕上がりますが売りな店だったので混んでました。5番目に並んでいたが、なかなか進まない。見ると受付の人が白人の人の対応で遅くなっていました。以下会話。ウレタンでできているので、1週間ほどお時間いただきたいのですが、よろしいですか？ん？日本語わかりません。英語でお願いできますか？どうしよう。A さん呼んでみる？英語できるって言ったら連れてきて。少しして A さん登場。ウレタンでできているので、ゆっくり乾燥させたいんです。1週間ほどお預かりしてもいいですか？おー、OK、OK。でもゆっくり乾燥に何の意味があるの？ウレタンは乾燥機で乾かすとひび割れたりベタベタしたりする可能性があるんですよ。なるほど、それにしても英語うまいね。日本でこんな風に話せたのは久しぶりだよ。ありがとう。すごい学校とか行ってすごい勉強したの？いいえ、ただの趣味ですよ。私は中卒です。最後でって言いそうになるくらい A さんの英語は素晴らしかった。最後に白人が A さんに名前を聞いていて、 A さんが昔のアニメの主人公と同じ名前でした。 My name is アッコ。 Oh, 秘密のアッコちゃん。歌った白人にもビビったけど、中卒のアッコちゃんにもビビったし、萌えた。